ホワッタバーガーの店舗、ホワッタバーガー、A ハンバーガー、フレンチフライズ、アンド、A ソフトドリンクアット A、ホワッタバーガーインカレッジステーション、テキサスホワッタバーガーホワッタバーガーは、アメリカ合衆国、テキサス州、サンアントニオに本社を置き、ハンバーガーを主力とした、ファストフードチェーンである。創業者は、ハーモン・ドブソンとポール・バートンで、1950年、 コーパスクリスティに第1号店を開店させた。チェーンはドブソン一家によって経営され、25のフランチャイズ業者がホワッタバーガーに加盟している。2017年4月時点でアメリカ合衆国南西南東部に809の店舗を開店している。ホワッタバーガーは A の字をしたオレンジ色と白色の島で彩られた屋根の店舗が、 ホワッタバーガーを象徴づけるものとして知られてきた。この特徴的な店舗はオデッサで初めて導入され、今日では歴史的なランドマークとなっている。ホワッタバーガーの主力商品には、ホワッタバーガー、ホワッタバーガージュニア、ジャステーバーガー、ホワッタカッチ、ワタキックエヌがあり、朝食メニューも用意されている。ヘンドリックス、デビット、ホワッタバーガー、 sales トアー stores are growing.mysanantonio.com.3、3. アントニオエクスプレスニュース。2012年9月12日、閲覧。ホワッタバーガー。プレスルーム。プレスキット。ホワッタバーガー。2012年9月13日、閲覧。ファーストホワッタバーガー A。フレームデザイン。オデッサ TX。ウェイマーク。グラウンドスピーク。 インク、2012年5月24日閲覧。ありがとうございます。